どうやら私、妊娠してしまったようで。そんなわけないでしょ、サーフェ。あら。いいから見せて。先生、そんな脱げだなんて。言ってないでしょ。私もやればできるじゃないですか。では、早速インターネットを体験してみましょう。グレン先生とクナイさんが一緒にいるのを見て仲間だと思ったのでしょう。先生を人質に取るつもりだったのかもしれません。まあそんなこと私がさせませんけど。先生には黙っておりましたが、エクス家の者は代々暗殺術を。うん、知ってるよ。はい、私の一大告白だったのに。君を治そうと必死にね。先生！お！女の子にひどいこと言うあいつらが許せなかっただけだよ。何！うわ、やっぱりこうなるのか。そんなこと言われたら私もおさらきれません。フトリュス先生に知られたら診療所にいられなくなるでしょ。今日はこのま、毒が抜けきってないんだから無理しちゃダメだよ。